さあ青番の3コーナー動いていったのが3番の増木です。まずは栃木勢が前を抑えに行きます。誘導と車間を切って9番の深谷、深谷はここで車を下げました。先頭が増木に代わって、あとは北日本勢が中段上がってまいりました。これで9番の深谷、7番手に車を下げて、さあ3番手からここで4番の小松崎が縦に踏んでまいりました。北日本勢がジャンマイ主導権を握って、さあ後ろから9番車の深谷、南関東勢9番深谷の巻き返しが早い。前では4番の小松崎ペースを上げてくるんですが、ここは9番深谷のスピードがいい。1番の郡司、そして3番手2番の佐藤が7番の内藤をさばいてまいりました。さあ南関東勢は2車になって3番手に収まったのが4番の小松崎、あとは後ろから3番の増木匠、関東勢がまくってくる。最終の2コーナーからバックストレッチ、後方からまくって3番の増木、さあ増木3番手2番手まで接近してまいりました。さあ2番手1番の郡司がこれを止めにかかっていって、先頭は9番の深谷、番手は1番の郡司で4コーナー回ってくる。先頭は1番郡司に変わった。郡司先頭で五輪、2着は2番の佐藤か。